実証実験が行われるのは南海電鉄の駅や周辺の施設にある女性トイレです。利用者が無料で生理用ナプキンを受け取るには専用のアプリで QR コードをスキャンすると生理用ナプキンが出てきました。この取り組みは女性の健康課題に対してオンラインで解決を目指す大阪の会社が進めています。機器に広告を掲載することで収入を得る仕組みで、駅のトイレに導入されるのは初めてです。最近なんかちょっとカバンとかも小さくなってて持ち運びがやっぱりちょっと困ってたので、突然電車の中でこう違和感感じたりとかしたときはすごくありがたいなと。何倍機だったりとか、多くの利用者様がいらっしゃいますので、このサービスの認知だったりとかにもつながりますし、すごくこう多くの方にこう使っていただけるのではないかなと。実証実験は明日からおよそ3ヶ月間行われ、利用状況から導入を検討するということです。